イが、久保湿原に咲く、竜カコイが、久保湿原は、岡山県新見市にある湿原。小倉善能、微中袋、三越菊など300種を超える植物が自生する地域で、イが、久保湿生植物群落として1980年3月6日に、日本の天然記念物に指定されている。西の大瀬沼とも形容される。イが、久保池木美高原の北西部。 標高550メートルにあるコイが、久保池の上流部に集中して広がっている。その面積は3.6ヘクタールであり、木の遊歩道を一周すると2.4キロメートルに及ぶ。春の流金化から始まって、秋の水卵が終わるまで、季節ごとに違う花が楽しめるのが特徴である。コイが、久保湿原は1920年、植物研究家小坂博氏によって、 初めて紹介がなされた。1952年岡山県の天然記念物に指定されたが、その後指定解除、周辺一帯が総合商社によって買い上げられ土地開発の対象地となった。しかし、付近住民の強い反対もあり、商社は開発を中止、管理を鉄製町に委託することとなる。鉄製町は、出現の周囲を柵で囲い、 遊歩道や案内板の整備を行い、湿原の保護に積極的に取り組んだ。1977年に国の天然記念物に指定されたこともあり、恋が、久保湿原は、鉄生町によって買い上げられ、現在は、新見市鉄生町が保護管理に当たっている。2002年に、岡山県自然環境保全地域の指定を受けている。恋が、 久保祭りは1990年より、地元の町おこしとして、毎年5月3日実施されている祭りで、鉄成長で古くから行われていた、太鼓田植えの実演や、草餅や大信焼の販売が行われている。旗2002、P6、AB 旗2002、P8、旗2002、P3。ありがとうございます。